今シーズンのカープ、笹岡監督からただ一人のレギュラーと早々に明言されてきた菊池涼介、前田智則も菊池の活躍なくしてチームの浮上はない、そう睨んでいる。菊池選手がもしもね、故障であったり、不調に陥ってしまうと、若手が追い込まれてくる、焦りが出てくるっていうのも、ね、あると思うので、ね、まあ、健康でシーズンを乗り切ってもらいたいなっていうのがあります。この日、午後1時半。ありがとうございます。菊ちゃん、どういうこと？全体練習の最中、菊池がインタビューに応じてくれた。全然はよ、とっととあのおっさん終わらせて帰らせようと思ってる。違います。そういうことですか？いや、違います。すいません、もう。いいんですか、こんな僕にカメラ判断に乗って。足りないぐらいです。ええ、レギュラー1人なんで。いや、レギュラー1人なんで。よろしくお願いします。菊池と前田は、わずか2年だが、現役時代、共にプレーもしている。中村さんもゴルフが調子いいみたいで。いやいや、ゴルフ、菊ちゃん、ゴルフの話は後で。お願いします。やっぱり後輩たちはみんな成績見てますんで、前田さんいや、わずかな時間を利用して一生懸命練習してます。菊池涼介、プロ11年目の春季キャンプはこれまでと違った姿が目を引く。宮崎日南では投手陣と一緒に坂道ダッシュ、チームメートと会話する姿も多く見られるなど、個人よりも仲間たちとの連携を大事に過ごしている。中でも本キャンプの菊池を語る上で欠かせないのが、若手選手への積極的な指導。毎日全体練習終了後に行われる重点練習で、守備のメニューが課された若手に混じり、共に汗を流してきた。上げろ、菊池。最初から上げなくてもいいよ。もう上げなくてもいいから。キャンプインから一貫してその姿勢はぶれていない。本音で接することができるし、小さな自分の感覚というか、そういったものも話しながら取り組めるしね。それプラスやはりコーチがこれだけ力の存在でいるっていうのも大きいですよ。その空気感を感じて若い選手がやりますから、そうすると安心してできるでしょう、ね。若手と一緒に練習をしているのか、はい、指導をしているのか、はい、教育をしているのか、はい、こう興味があるんですけども、まあ、指導してるっていう感じでは僕の中ではなくて、やはり、ここも新コーチと一緒に、まあ、サポートというか、やっぱり哲さんは、一緒に受けてた時は気づかなかったけども、うん、ノックを打って見てみたらやっぱり違うな、ここがこうだなっていうことをこう新しい目線で伝えてくれたんです。それがまた僕たちは新鮮でしたし、若手も多分そういう指導の仕方というか、意見っていうのは新鮮だったみたいで、すごいいい練習ができてるっていうこともあって、まあ、哲さんから見てこういうてるってことはこういう風にした方がいいんじゃないとか、そういう助言というか、まあ、本当にサポートしてるっていう感じですか。いつぐらいから、どういうきっかけでこういう風になったんですか。まあ、去年本当に小園にもそうですし、甲田にもそうですけど、あんまり多くここはこうだろうあだろうっていうことは言ってきてないんですね。まず自分たちで多分感じてもらった方がいいなっていうのはすごいあって、まあ、去年言ってない分今年はどんどん言っていくよっていうのはもうシーズン終わった後に彼たちには伝えていた中で、まあ、国語新コーチが決まったという、ことでそういうスタートになりましたね。昨シーズン、たくさんの若手が一軍でプレーしたカープ、菊池以外のスタメン内野手3人がプロ3年目ということもあった。そんな若手たちと共にグラウンドに立つ中で感じていたこと、やっぱりその見えないところでの
まあ、ミスではないんですけども、本当にアウト取れたところで取れなかったとか、そういう小さいところはやっぱり失点につながっていることもやっぱたくさんありましたし、みんなが見てもあれアウトできたよなっていうプレーもやっぱあったので、そういうことも含めてやっぱり本当に小さいところなんですけど、そこをどんどんやっていこうねっていう、まあ、会話したんで、少しずつは伝わってきてるのかなっていうふうに思います。アドバイスの多くは基本的なことだ。例えば昨シーズン100試合以上で二遊間のコンビを組んだ小園に対しては、まあ、あの余裕があるときに、うん、まあ、スローインが緩んでしまって、うん、ものすごくシュートしてしまったり、三遊間の打球もブンって投げてるんですけど、やっぱ横振りになるとこういう送球がいくので、うん、まあ、その距離がまあロスしてセーフになってしまうっていうこともやっぱりたくさんあったので、向こうに投げようとすれば前に足がパンってこうやって多分出てくると思うんです。そういうことですね、はい、投げ方向に足がしっかりついてくる、それがやっぱ投げ切れてないっていうか、こう力が抜けてしまってるっていうのがすごく目立つというか、まあ、それが癖になってると思うので、まあ、スローイングを中心的に、まあ、テッサーと一緒にやってるんですけど、冷静に後輩の課題を分析しアドバイスを送る、一人一人と真摯に向き合い培ってきた技術を伝承している菊池、自身にとってもその時間は貴重なものとなっている。元気ももらえますし、伝えていくことも基本のことばっかりなので、僕もまた再認識しながら、あ、このプレーはこういう風だったよなって自分でもこう思いながら、まあ、本当にいい会話をできてるんで、僕も本当に基本の練習もできてるなっていう感じですかね。ドラフト2位でカープに入団して10年、打撃では最多安打のタイトルも獲得、守備では前人未到のシーズン守備率10割、9年連続ゴールデングラブ賞を獲得など、輝かしいキャリアを積み上げてきた菊池。プロ11年目は若い選手たちとともにさらなる成長を遂げようとしている。10年終わってプロ野球入る前のイメージと10年経って自分がこういう立ち位置にいるっていう、まあ、10年まずできるか、あの当時やっぱり想像できてなかったですし、それこそ本当に目標が億円プレーヤーっていう、その目標が叶ってからも、まあ、甘んじずに頑張ってきたかなっていうふうには思いますけど、でもやっぱり現役選手である以上満足するっていうことはほとんどやっぱないので、もっとこうしたい、ああしたい、こうでありたいっていうことは毎年毎年出てくるので、まだまだやりたい、やり足りない、できてないところもいっぱいあると思います。まだまだね、11年目、はい、まだあと10年はねありますんで、あと半分ありますんで、あと半分あります。できますか？できますね。これから体と向き合っていかれると思うので、はい、もうそうですね、僕も前田さん、まあ、後半の方はすごい体のケアされているのも目に焼き付いてますし、できてしまうと思って、うん、治療やっぱしない日があったりするので、うん、それがやっぱりダメなところだったかなっていうふうに再認識して、まあ、より多く時間をそういうところに費やしていきたいかなと思います。フルで試合に出たいです。若手もしっかり指導しながら、はい、自らもしっかり奮い立たせて、はい、まあ、チームの勝利というのがおそらく選手の中で一番の目標であると思うので、はい、責任はいろいろとこう重いと思いますけど、期待しております、はい、インタビューの最後はキャンプ恒例の色紙タイム。いつものやつ前田さんの前でやっていいのかな。プロ11年目菊池涼介、色紙に書いた目標は、ホームテレビのやっぱり試合、まあ、あるじゃないですか、
あります、まあ、年間何試合ですか、ホームテレビ。15試合ぐらい、10回ヒーローになりたいと思います。はい、これすごいですね。目標です。前田さんが大体解説で、ええ、そうです。まあ、だからもう前田さんの解説の時に10回勝ち癖10回ですよね、だから、はい、っていうことは。でもしこれ10回、はい、約束果たせなかった場合は、なんかこうファンの方にプレゼントかなんか、グローブ、グローブ、もういきなり、はい、ゴールドグラブですよ、10年約束なんで。本当グローブ、グローブ、僕の実使用グローブ、ちょっと、僕がこれに達さなかったら、うん、ファンにプレゼントします。じゃ達成したら、ホームテレビからもちろんでしょ、はい、僕ももう一回前田散歩行きたいんで。あ、来ましたね。あれが一番長かったですね、二人で宮島に行った時、これ、はい、あの次の年絶好調だったよね。もう一回お願いします。もう一回。いや、それはあの少し心に残ってます。あの次の年良かったからほっとしてますよね、俺は。私たちはね、達成できなかったらグローブで、達成できたら前田さん散歩で、はい、で、ぜひ、まあ、じゃあ上本君も一緒にいたので、たかしもいいですか。いや、いいで、もちろんですよ。それはあってのよろしくお願いします。はい。